真空にした装置内に希薄なアルゴンガスを入れます。電波をかけてアルゴンの電子を奪いイオン化します。アルゴンイオンはターゲットに激しく衝突します。その衝撃でターゲットの材料の原子が弾き出されます。弾き出されたターゲットの原子の粒は基板表面に降り注ぎ膜ができていきます。膜の厚さはナノメートルサイズでコントロールされます。作られた膜は回路にする部分を残して取り除かれます。これを繰り返して多層配線にしていきます。これがスパッタリングターゲットを使って作られた回路のイメージです。